皇太子ご夫妻の長女愛子さまが学習院の演奏会でチェロを演奏されました。雅子さまは観客席から大きな拍手を送られました。東京豊島区の学習院目白キャンパスでオール学習院大合同演奏会が開かれました。愛子さまは学習院初等科の管弦楽部の演奏に卒業生として参加されました。最後は初等科から OB までおよそ400人の大演奏会で、愛子さまはエルガーやシュトラウスの名曲をチェロで演奏されました。客席では雅子さまが双眼鏡でステージをご覧になり、笑顔で拍手を送られていました。